七森さんの本名を名乗るアカウントが発見され物議を醸しています。昨日の夜20時30分柏原雅人を名乗るアカウントからナイトウェイのファーストシングルリリースに関するツイートがされました。この柏原雅人というのはストプリの七森さんの本名であることを以前七森さん自身が配信で語っていたのですが、このアカウントは果たして本物なのかそれとも偽物なのかということでリスナーから困惑の声が上がっています。本物なのであれば公式から何もお知らせがないのは不自然である点、ネットの記事をそのまま引用しただけなツイートがほとんどな点、2年間で11ツイートしかされておらず更新頻度が低すぎる点など、おそらく偽アカであろう要素満載なこのアカウントですが、一つ無視できない事実もあります。なんと七森さん本物がこのアカウントをフォローしているんです。現在も七森さんの本アカフォロー欄にしっかり入っているのが確認できます。これによってさらに複雑化しているのですが、どうしても本物だとは思えないのは自分だけでしょうか。結局これまでのツイートを遡るだけでは本物とも偽物とも断言できる決定的な情報は見つかりませんでした。もし何か知っている方いましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。